高校生の俺、田中優斗は陰キャだ。一日中誰とも話さないなんてザラ。当然休み時間は自分の席で寝ている。机の冷たさが落ち着くぜ。セリカ、昨日やぶさめユーマの舞台見に行ったんだっけ？うん、チケット頑張って取ったの。もうすっごくよかった。俺の隣の席で盛り上がっているのは柊木セリカさんだ。演劇部所属の美人さんで、性格も朗らか。当然俺なんかと接点はない。役者さんみんな頑張ってていい舞台だったけど、その中でもやっぱりやぶさめユーマが最高だったな。ああいう演技、憑依型っていうのかな、とにかくすごくて鳥肌立っちゃった。セリカ昔からずっとユーマをしたもんね。うん、だからできるだけたくさん舞台行きたいなって思ってる。放課後、帰宅部の俺はある場所へと向かっていた。目的地はいつも同じ。稽古場到着っと。髪型をいつものに戻して、田中じゃなかった、やぶさめユーマ稽古入ります。そう、学校で柊木セリカが話していた舞台俳優、やぶさめユーマとは俺のことなのだ。これまで数々の映画や舞台に出演してきた。多少は有名なのかもしれないけど、だからといって日常でその姿を明かしたいとは全く思わない。ファンに囲まれるとか陰キャ的にハードル高すぎだし。ユーマって今も変装して高校行ってるの？普通にしてたらモテるだろうに、もったいねえな。いやいや、目立つのは苦手だし、モテとか逆に困るだけだよ。俺は舞台に立って演技ができればそれだけでいいんだから。一方、高校では文化祭の日が近づいていた。俺のクラスは出し物として劇をすることになった。よし、練習始めるぞ。こいつは主役を務める演劇部部長、高橋隆二。まずは俺とセリカちゃんのシーンからな。うん。柊木セリカはこの劇のヒロイン役だ。隆二が相手はぜひ彼女にと指名した。ちなみに俺は大道具。全員出演とかじゃなくて本当に助かった。あー、今日もセリカちゃんかわいいな。ヒロインに指名すれば稽古でずっと一緒にいられるし、それだけじゃない、この劇でいいとこ見せて俺に惚れさせてやるぜ。おい大道具、主役の俺が華やぐ衣装ちゃんと用意しとけよ。晴れの舞台だからな。生半可なものを作ったら承知しないぞ。そんな無茶な、予算も限られてるのに。あと、それ用意し終わったら全員分の飲み物を買ってこい。え、後で買い出し係じゃんけんで決めるんじゃ。いいんだよ、つべこべ言わずに行け。さあ、こっちは練習再開だ。俺の演技しっかり見ててよ、セリカちゃん。あ、ごめん高橋くん、少し待ってて。セリカちゃん、いつ来え。ごめんね田中くん、買い出しなんかさせちゃって。高橋くん主役だから張り切りすぎてるみたい。ああ量多いよね、私も一緒に運ぶよ。柊木さん、俺を気遣ってくれたのか。優しい子なんだな。大丈夫だよ、俺一人で行けるから。柊木さんは稽古に戻って。そう、無理せずゆっくりでいいからね。それからも俺たちは準備を進め、いよいよ迎えた文化祭の当日。なに、家臣役の男子が体調不良で来られないだと？どうする、今から代役を立てるか。いや、あの役結構セリフあっただろう、今から覚えてもらうの難しくないか。俺でよければ一応セリフは覚えてるけど。マジで？あの量のセリフを全部？ああ、稽古の様子は裏で見てたし。そりゃ助かる。おい、早く田中に衣装を着せてやってくれ。自分から名乗り出ることもなかったかな。けどこのままじゃ劇がポシャりそうだし。演技の質は考えなくていい、とりあえずセリフだけ飛ばさないように頼む。ああ、分かった。よりによってお前かよ、下手な演技をして俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。高橋、忠告ありがとう、善処するよ。もう高橋くん、そんな言い方って。
ありがとう田中くん。代役に立候補してくれて。もし頭真っ白になっても私がサポートするからね。柊木さん、代役で端役とはいえ舞台に立つんだ。手を抜いたりせず全力で演じるのが役者としての俺の矜持。そうすれば劇も盛り上がるはずだ。そして舞台の幕が開いた。あ、王子役出てきた。あれ演劇部の部長なんでしょ。さすがに上手だね。うん、頭一つ抜けてるって感じ。はっはっは、もっと褒めろ褒めろ。今頃セリカちゃんの視線も俺に釘付けたぜ。さて、次は俺の出番か。役どころは王子をいさめる真面目な家臣。え？ねえ見て、あの人。なんだかすごく存在感ある。そこに立ってるだけで引きつけられるというか。それに演技もすごい。王子をいさめる演技、まるで本当に家臣がそこにいるみたい。あの人を見た後だとさっきの部長さんがごっこ遊びに見えてくるかも。すごい迫力だ。え、はあ、なんか俺田中の演技に食われてないか。こいつ一体何者なんだ。役柄がまるで憑依しているような演技。もしかして田中くんって。本番直前にアクシデントはあったものの、劇は大盛り上がりを見せて無事成功に終わった。ふう、俺もしっかりこなせたかな。劇も成功したみたいだし、よかった。お疲れ様、田中くん。少し時間もらってもいいかな。ん？ああ、どうしたんだ、こんなところに連れてきて。人のいるところで聞かれたら困るから。田中くん、あなた、やぶさめゆうまでしょ。え、まずい、バレた。なんとかごまかさなきゃ。どうしてそう思ったの？俺みたいな陰キャが役者なわけないだろう。あのね、言っとくけど、私、やぶさめゆうまを見間違ったりしないよ。今までどれだけ舞台を見てきたと思ってるの？演技する時の雰囲気、視線の持っていき方、舞台袖での振る舞いもドキュメンタリーで見た通りだった。詳しすぎないか。わかった。ちゃんと話すよ。柊木さんの言う通りだ。やぶさめゆうまは俺の芸名だ。やっぱり。講師を分けたくて、学校ではちょっとした変装もしてる。そういえば、インタビューでもプライベートは隠してたもんね。さすがやぶさめゆうま、徹底的ね。これ、今までの仕事全部チェックされてる勢いだな。それより、柊木さん、俺も言いたいことがあるんだ。何？俺たちはクラスメイトだけど、君のことはその前から知ってた。え？いつも俺にファンレターを送ってくれてたよね。読んでくれてたの？もちろんだよ。ファンからのメッセージが何よりも嬉しいんだから。役者やってると辛いこともあってさ、たまに何もかも放り出したくなったりするけど、そんな時に手紙を読み返して元気をもらってたんだ。今までたくさん勇気づけてくれてありがとう。私、あなたの力になれてたんだ。これからも役者として最高の演技を見せ続けるから、変わらず応援してくれると嬉しいな。うん、もちろんだよ。それから数日後。おはよう、田中くん。おはよう。昨日会ったやぶさめゆうまの舞台見たよ。今回の演技もすごかったよね。二面性があって、これまでやってきた役とは違う感じだけど最高だった。ああいうのもバッチリハマるんだなって。あ、ありがとう。相変わらず熱く語るね。もちろん一番のファンだもん。柊木さんとはこうしてフランクに話せる仲になった。もちろん俺の正体は二人だけの秘密だ。あー、田中くんセリカに絡まれてる。推し俳優が一緒なんだっけ。大変だね。ていうかセリカもそんなに好きならさ、ダメ元でやぶさめユーマに告白してみたらいいのに。出待ちとかしてさ。もう分かってないな。推しとそういう関係になるのは恐れ多いものなの。私はこれからも陰でずっと見守り続ける。ね、田中くん。
ファンと役者でクラスメートでもある俺たち、これからもきっと良い関係でやっていけることだろう。